エンジェル・オルセンは、アメリカ合衆国のホーク及びインディ・ロック歌手、ギタリスト。ミズーリ州セントルイス出身、現在イリノイ州シカゴを拠点に活動。当初は、ボニー・プリンス・ビリーとザ・カイロ・ギャングのバックシンガー、ギタリストとして、ツアーを行っていた。2010年、EP、ストレンジ・カクティとデビューアルバム、ハーフウェイ・ホームを、ベテティック・レコーズより発表。 ジャグジャグウォーと契約し、初めてフルバンドで制作した2作目のアルバム、ボンユーア・ファイア・フォーノウィットニスを2014年2月17日に発表。ボニー・プリンス・ビリーとザ・カイロ・ギャングとの仕事に加えて、キャプチャー、エヌ・ジャズのティーム・キンセラやウィルコのルロイ、バッハなどの数多くのアメリカのインディロックの有名人とコラボレーションしている。キンセラとバッハに加えて、 シカゴの詩人マービンタテとのコラボレーションは、アルバム、ティム・キンセラ・シングス・ザ・ソングス・オブ、マービンタテ・バイル・ロイ・バッハ・フィーチャリング・エンジェル・ウォルセンとなって、2013年12月3日に、インディアナポリスのレーベル、ジョイフル・ノイズ・レコーディングスから発表された。2016年には3作目のアルバム、マイ・ウーマン、2019年には4作目、オール・ミラーズ、2020年には5作目、 ホールニューメスを発表したスタジオアルバムありがとうございます。